ラディで倒せ。でっかい。でた。でかい。めっちゃいい出方したじゃん。でた。でかいぜ。これと水面爆発って感じだ。めちゃくちゃいいバイトだった。2022年のレイドジャパンの新製品キラーD、まあ、レイド的バド系ルアーの答えです、まあ、ゆっくり巻くだけで、まあ、広い景色であったりちょっと水がきれいなところで深いところ、まあ、そういったところからバスを呼んで本気食いさせる、ね、ギミックがいろいろと詰め込まれたルアーです、まあ、あのレイドジャパントップウォータープラグいろいろ数多くあるんですけど、まあ、その中で強さは最強クラスなんでね、まあ、今回このキラー D を使った、まあ、使い方なり、出しどころなり、まあ、そういったところをね解説していきたいと思います、まあ、このキラー D の特徴、まあ、大きく分けて3つありますまず1つ目が、まあ、一番やっぱりこだわった点、まあ、強さと音、まあ、見ての通りのね、まあ、ファットボディ、まあ、それに伴った、まあ、あのボディ内部の浮力によって、まあ、巻いた時ただでさえ強いんですけどまあここすごい特徴な形状してるんですけどボディのテール部分、ね、大体こういったルアーってケツのここの部分が、まあ、スパッとこうねまっすぐ切り立ってることが多いと思うんですけど、まあ、そこを内側にえぐれるようにカップ状にね設けることでよって、まあ、リーディング時に水がよりそこにこうね巻き込むような形になって、まあ、より強い、まああのまあ、波紋と、まあ、水押しというか、まあ、そういった、効果が得られます、まあ、それとあとブレード、まあ、この手のルアーの、まあ、多分一番必要不可欠なパーツだと思うんですけど、まあ、楽器のシンバルとか、まあ、鐘とかに使われているような、まあ、ブロンズ製、まあ、硬くて甲高い音が、ね、出るブレードなんで、まあ、より、ね、広く、まあ、深く遠くからバスを呼ぶ、まあ、そういった感じなギミックが詰められてます。特徴の2つ目フッキング率の向上、まあ、この手のルアーでねどうしてもやっぱフッキング率が悪いんですよね。やっぱりそれなぜかっていうとボディがファットだから、まあ、それに巻いた時にこうちょっとね針が隠れるような感じになってその魚が食べた時にちょっとこうねあのフッキングミスとかって結構多いタイプのルアーではあるんですけど、まあここでボディの前と後ろのフックのボディとの間に台座を設けてます、まあ、これによってアイポジションを下げてかつフックのポジションを下げることによって、まあ、変に大きな針を、ね、フックを、セッティングすることなく通常の、まあ、ベストなサイズのフックを、まあ、装着したまま、まあ、フッキング率を向上することができています。特徴の3つ目、まあ、それがリップ、まあ、見ての通り、GI と同じ、ジュラルミン製のリップを採用してます、まあ、ABS の、ね、あのプラスチック製のリップだとどうしてもやっぱアクションのキレが出なかったんですがジュラルミン製のリップを採用することによって、まあ、リーディング時に、ねまあ、キレのいいクイックなアクションを実現しています。副産物としてやっぱりこう、ABS と比べて、ジュラルミン製のリップはやっぱちょっと重量があるんで、まあ、リーディングした際のバランス向上それかつ、まあ、前が下がることによってブレードがついて後ろがこう水面から出て上がるんで、まあ、よりねあの遠くへ響くいい音が出るようなセッティングになっています。出た、おっしゃ、よし、キラーディー出たぜ、でっかい、よし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 こちらよし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 、すごい出方したな。これがこのブレード系の出方だよ。ほらでっかいぜ。ドコーンっつった。めちゃくちゃいいバイトじゃん。最高。これぞ水面爆発っていうバイト。めちゃくちゃいいバイトだったね。ね、見ての通りあそこの奥のオーバーハングのシェード。あそこに対してゆっくりできるだけねあのソフトにアプローチしてただ巻くんじゃなくてその場であのもうテーブルターン、ね、キラー D はただ巻くだけじゃなくてねテーブルターンでめっちゃ強くゆっくり水を押すから、まあ、こういった濁ったあとシャド、まあ、シャローカバーっていうかそんな中からバスを引っ張り出すんだったらね元気キラー D だね。
このキラー D のね、まあ、実際のフィールドでの出しどころなんですけど、やっぱりこう、ある程度広い景色、まあ、バスがどこにいるかわからないようなちょっと広い景色であるとか、水が濁ってる時、あとは深いフィールド、例えば同じフィールドでもちょっと岩盤沿いとか護岸沿いとかちょっと水深があるようなところ、まあ、そういったとこからでもやっぱアピール力がねとにかく強いルアーなんで、まあ、バスに気づかせて本気食いさせるっていう、まあ、そういった感じなルアーです。まあ、レイドジャパンのねトップウォータープラグの中でもいろいろちょっとあるんですが、比べるとこで言うと分かりやすいのはダッチかな。まあ、こっちに関してはゆっくり使うんだけど魚に対してはアピール弱、まあ、要はフィネス、ね、ある程度魚の居場所がつかめた時とかね、岸沿いのここにいるぞって言った時に、まあ、食わせたいなっていう時に使う、まあ、そういったトップウォータープラグで、対してキラー D は同じくゆっくり使うんですが、まあ、とにかく強い、まあ、とにかくその強いっていうね、特性を生かしてどこにバスがいるか分かんないようなとこからでもこうバーンって食い上げさせる、まあ、そんなね、力を持っているルアーです。で、あとやっぱりね、羽物、ある程度風が吹いてたり、まあ、風が吹くことによって波が出たような状況だとやっぱりこういった羽物って得意とはしてない感じだと思うんですけど、まあ、そういった中でもやっぱこの強さはお構いなしに、ね、バス引き寄せてくれます。で、あとまあやっぱこれかな、出しどころとしては一発取りたいとき、ピーカンベタ投げで風がないようなときとか何使っていいんだろうなっていうようなときとかでもバスを本気食いさせて、ね、まあ、要はもう怒らせて、ね、怒らせてバーンって食い上げさせるっていう、そんな力もね、まあ、持ってるのがこのキラー D。 このキラー D の使い方なんですけど、まあ、基本的にはもうただゆっくり巻いてもらう、まあ、それだけで OK です。でイメージとしてはね、もうあの羽物ダッチと同じように、まあ、竿をやっぱ縦気味にしてラインの重さを利用してスラッグをちょっと利用しながらちょっと動かすっていうイメージです。まあスピード、巻くスピードの、まあ、イメージなんですけど、まあ、かすかに自分にボディとテールのブレードが擦れてね響くこの寛大音が聞こえてくるぐらいのスピードが一番釣れるスピードです。次はねやっぱりテーブルターン、まあ、いわゆるドッグウォーク的な感じな使い方ですね。まあ、この手のルアーってやっぱりどうしても使い方メインがねただ巻きだけになってくるとは思うんですけど、まあ、このキラー D に関してはしっかりテーブルターンもできるように作ってます。まあ、出しどころとしては、まあ、例えば岸のギリギリを攻める時であったりとか、オーバーハングの中、ね、シェードの中、あと岩盤の際、できるだけ障害物から距離を離さずに、まあ、移動距離を抑えながら水を強くブレードを甲高く鳴らしながら誘う、まあ、そういった感じな使い方も可能です。であとは、まあ、そのただ巻きとそのテーブルターンのミックス技というか、まあ、竿を立ててちょっとシェイクしながら、まあ、ちょっとシェイク巻きっていう感じだと思うんですけど、まあ、そういった感じな使い方も OK です。で、あと一つコツがあって、まあ、それがねちょっとバイトした時のフッキング方法、ね、バイトした時に竿を横にしてフッキングしちゃうとどうしてもやっぱりこう下方向にこうルアーがね、潜っていくっていう方向にあのフッキングが伝わるから、やっぱりねどうしてもフッキングが伝わらなくて、まあ、特にやっぱ遠距離投げた時だよね。ですが、まあ、竿をちょっと縦気味にどっちかっていうと巻いてることが多いと思うんで、まあ、そのまま食ったらちょっと送り気味にスイープに縦方向か斜め上方向に合わせてやる方がフッキングは明らかにいいです。このキラー D をね、使う上でのおすすめなタックル、まあ、個人的に使ってるのはね、まあ、この辺りの2タックルです。まず近距離から中距離である程度やっぱキャストの精度を重視したいなっていう時はこれグラディエーターアンチの GA67MHTC ザ・フロッグマン、まあ、ミディアムヘビーなんですけど硬いっていうより強いミディアムヘビー、まあ、しっかり曲がるんでねキャスト精度すごい高く狙ったところに投げれる、まあ、そんなロッドです。でもう一本がグラディエーターアンチの GA74XHC ディフューザー、まあ、7フィート4インチの、ね、エクストラヘビーというあのロッドなんですけど、まあ、これはやっぱある程度中距離からもしくはもう遠距離で遠く投げたい時、まあ、そういった時は、ディフューザー、まあ、こっちを使ってます。リールなんですけど、まあ、普段使い慣れたもの、まあ、使い慣れたギア比で OK だと思うんですが、まあ、個人的にはまあ、スティーズ A TW、まあ、SLPW のセミオーダーなんですけど、まあ、これのギア比の 6.3 対1のものを使ってます。まあ、ハイギアで慣れてる方はそれでも問題ないと思うんですが、やっぱりある程度、キラー D のねよりいい動きを出そうとしたらギア比はそんなに高くない方がベストかなと思います。で、
最後に LINE なんですけど、まあ、LINE は、やっぱある程度重くて重量のある、であと一発でかいのがね食ってくる、可能性の高いルアーなんで、まあ、やっぱちょっと太めがおすすめです。まあ、フロロカーボンでもナイロンでも16から20ポンドぐらい、まあ、このあたりが、まあ、ロット的にもねそれぐらいのラインが、ベストになってくると思うんですけど、まあ、その辺かなと思います。であとね、まあ、フッキング率、まあ、それをちょっと高めたいなっていう場合であれば P ライン、まあ、これ今巻いてるのが、P ラインの4号なんですけど、まあ、3号4号ぐらいの P ライン、まあ、そういった選択もありかなと思います。まあ、このキラー D をね、使ってもらう時の注意点として、まあ、2つだけあります。まず一つはやっぱり使っていく上で、まあ、ここのブレードがついてるここの I の向き、まあ、これがねどうしてもやっぱり横に向いたり斜めに向いたりするんで、必ずこう、まあ、ボディを上から見て垂直、まあ、いわゆるまっすぐですよね、穴が見えない方、ボディの上から見て穴が見えてるとこれずれてます。なんでその時はクイッて曲げてもらってまっすぐしてもらうと、この向きだと綺麗にブレードがね、あのアクションした時にブレードがあの右に左に右に左に当たって一番いい音が出る、まあ、そういったポジションがこれです。まあ、これが注意点1つ目です。注意点の2つ目です。まあ、これ実際釣り場でどうこうって話じゃなくて、よくね、移動する際とか保管する際にこう例えばリールにルアー、ね、フックをかけて、ね、保管したり、あとガイドのとこにこう、ね、針をかけて保管したりという方とか、まあ、そういった時とかもあるかもしれないんですけど、そうしちゃうとね、例えばここの金属のリップのエッジがリールやロッドやラインを傷つけちゃう、まあ、そんな恐れがあるんで、まあ、その点だけはちょっと注意してもらえばなと思います。巻いてたらついてきてそのまま持ってた。おし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 、でかい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 、きたきたきた。ちょっとフロントフック取れちゃったけどめっちゃいい出方したじゃん。でオーバーハングの奥に入れてゆっくりカッション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 、で巻いてたらもうこの手のルアーの特徴だよね、下からドーンって突き上げてきた。理想的な食い方だよねこの手のルアーのね。いやいいねいいね、気持ちいい。で、あとあの今ここシェードが結構今大きいからさ、あのもっとシェードがちっちゃくて、あここのドピンにいるなっていう時だったらあのテーブルターンで、ね、誘ってやればいいんだけど、まあ、これちょっとこうシェードが広かったり、まあ、オープンとか攻める時にこうどこにいるか分かんないような時だったら、まあ、やっぱりこの手のルアーの一番の使い方、ただ巻き、ただゆっくりストレートに巻くだけな感じで、やっぱとにかくねでかい魚が釣れるルアーなんで、まあ、ゆっくり強く、まあ、それを意識してね、まあ、キラー D は使ってみてください。